はい、じゃあ1号から染めます。そうなんだ、うん、あんまり人の言うことに左右されないっていうかね、うん、自分のやり方とかね、はい、考え方とかね、うん、そういうものにね自分の考えしっかり持っててさ。なるほど。でも認知症ってもう怖いね、ガナさん。ねえ、私もさ一言だと思ってたらまさかなんて思って。本当だよね。自分の兄弟が認知症になるのと思った、うん、私のあれだったけどね、お姑さんも認知症だったけどね。そうなんだ、うん、でも、うん、さ84で亡くなったんかな、はい、だけど本当に典型的なアルツハイマーだからさ、いろんな人の名前が分からなくなったり日にちが分からなくなったりね、はい、そういう感じだったけど、うん、アルツハイマーが一番ねあれみたいよ、周りの人にとっては害が少ないっていうかさ、あ、うん、穏やかなんだね。穏やかで、はい、認知症の進む度合いもやっぱり穏やかで、うん、少しずつ時間をかけてボケてるっていう感じ。あ、だからね、ね、その妹の方はね、うん、そういうんじゃないみたいよ、うん、性格が変わるっていう、人柄が変わるっていうか、なんか私もさ妹が60まで勤めて、はい、一旦定年になってさ公務員だったのさ、はい、それでさ、なんか再任制度っていうかね、また、あ、再任ね、はい、うん、また辞めても3年また契約しますよとか、はいはい、そういうのでまた別のところで働き始めたさね、はい、でその頃にさ同僚の悪口ばっかり言ってたんだよ。で昔からそんな人の悪口言うような感じじゃなかったから。